俺、上志田九郎には好きな人がいる。彼女の名前は天塚秋。2年になって同じクラスの隣の席になった女子だ。どうやらどの飲み物を買うかを悩んでいるらしい。彼女の頭の中をシミュレーションすると、多分こうだ。ジュース飲みたいんだろ？買っちゃえよ。ダメです。ここ最近の暴飲暴食で体重が増えたことを忘れたんですか？ここはお茶です。バカ、午後の授業で頭を使ってカロリー消費すれば実質カロリーゼロだろうがよ。悪魔の還元に惑わされてはいけません。お茶です、お茶を買うのです。みたいな感じで悩んでるんだろ。なんでわかったの？天塚は人よりも何かを決断するのが遅い。優柔不断というのだろうか。本人はそれを気にしているようだが、俺はしょうもないことでいつも悩んでいるこいつを見るのが好きだ。買わないなら先に俺が買うぞ。わー、おいしいな。だって面白いから。お茶にする。そうか、これ以上の体重増加は許容できなかったか。だからなんで私の考えてることがわかるの？俺昔から勘が良くてな、かくれんぼで鬼になったら絶対負けないみたいな。いやもう勘がいいとかってレベルじゃなくない？思考盗聴してるでしょ。でも本当にジュースじゃなくていいのか？美味しいのにな。必死に耐えている人間の前で飲むジュースは格別だな。性格終わってない。ついに知られてしまったか。いいもん、私はお茶で。これ以上太って嫌われたくないし。尾行。天塚秋は俺のことが好きだ。いや、確定しているわけじゃないけれど、だが少なくとも好意は抱いてくれていることくらいはわかる。きっかけは2年に上がったばかりの頃。天塚はこの決断力のなさからぼっちだった。天塚さん、カラオケ行く？あ、ん？何か用事とかある？ごめんね、私なんかに話しかけられたくなかったよね。とまあ、こんな具合に天塚はクールな容姿をしているので元から人に誤解されやすいタイプだったらしい。いつからか人と話すのが嫌いとか一人が好きみたいに言われるようになって、遠巻きにされるようになった。勘の鋭い俺がそれに気づいて、彼女とクラスメートを仲介してみたところ友達が増えた。おまけに美人だったこともあって男子からはモテモテに。そんなこんなで今に至るわけで、正直俺に惚れてると思う。俺の勘は当たるのだ。だから間違いない。え、告白？そりゃちょっとまだ早いんじゃないかなって。いや、俺の勘が外れることなんて絶対ないけれど、でも万が一ってこともあるかもしれないし、ね。決して告白にビビっているわけではないのである。私には好きな人がいる。それは隣の席の上志田九郎。きっかけは2年になったばかりの頃、ぼっちだった私に彼が声をかけてくれた。私は昔から人よりも決断が遅かった。何かを決断するとき、いつも私の中のイマジナリー天使と悪魔がささやいてきて、なかなか選択ができないのだ。彼はそんな私の思考を読めるらしい。絶対思考盗聴してると思ったけど、単に勘が鋭いとのこと。いや、ありえないでしょ普通に考えて。でも彼が私とクラスメートを仲介してくれたおかげで、2年ではぼっちじゃなくなった。私はそれがきっかけで彼のことが好きになったのだが。いや、告白はちょっとな。そうですね、まだ早いかなって思います。未だ告白できずにいた。というか、なんで天使も悪魔も同じ意見なわけ？どっちかは背中を押すのが普通じゃないの？そんなこと言われてもな。そうですね、告白できないのは私自身の問題ですし。天使に見放されたんですけど。ねてか、あんたいつも察しがいいのに、なんで私の気持ちには気づいてくれないのよ。誰、責任転嫁って言うんだぜ。悪魔に指摘されてしまった。
なんでイマジナリー悪魔に精神的ダメージを負わされなくちゃいけないんだろう。はあ、告白どうしよう。いつか絶対に答えを出さなくちゃいけないのに。おい天塚。え、あれ授業は？もうとっくに終わってるよ。あ、そう。それより放課後なんだが。ん？ちょっと女の子へのプレゼント選びを手伝ってくれないか。え？そんなこんなで上志田と一緒にショッピングモールにやってきた。どうした、そんなにむくれて。別に。何が悲しくて好きな人が他の女に贈るプレゼント選びに付き合わなくちゃいけないのよ。まあ断れなかった私も私だけど。というかその女って誰なの？上志田はその人のことどう思ってるの？もしかして好きだったり。まさかそのためのプレゼント。そしたら私はどうすれば。うわあ、みたいなことを考えてそうだな。こいつ自分の誕生日がもうすぐってこと忘れてるのだろうか。そう、何を隠そう今日は天塚の誕生日プレゼントを買いに来たのである。いやまあ天塚の誕生日プレゼントを買うために本人を誘ってきてどうするって話なのだが、いろいろ考えてみた結果、天塚がどんなものを贈れば喜ぶか皆目見当もつかなかったので、こうして直接本人に選んでもらうことにしたのである。本当はなんとなく天塚が喜びそうなものは思い浮かんではいる。だがこればっかりは勘で選びたくはなかった。好きな人への誕生日プレゼントだから。勘とかなんとなくで選ばず、しっかり自分で考えたかった。だが今まで自分の直感に頼ってきたツケだろうか、なんも思い浮かばなかった。それで天塚に頼るのも本末転倒ではあるが、どうしても喜んでもらいたいから背に腹は変えられない。それで天塚、どういうプレゼントなら喜んでくれるだろうか。ふむ、とても悩んでいるな。果たして何を考えているのやら。どうしよう。ここは変なものを詰めてその好きな女とやらに幻滅してもらうぜ。ダメですよ。いくら上志田さんのことが好きだからって、上志田さんが好きならその恋を応援しなきゃ。バカ、好きだからこそ邪魔すんだろうがよ。 いけません。上志田さんは本気でその人のことが好きかもしれないのに、卑怯なやり口です。どっちの意見も全くその通りっていうか、気持ち的には悪夢売りなんだけど、かといって上志田の気持ちを踏みにじるようなことはしたくない。となると天使の意見を聞くべきかな。いいのか。これがきっかけで上志田が他の女とラブラブな関係になっちまってもよ。それは嫌だ。じゃあ邪魔するしかねえだろ。そもそも恋愛ってのは戦争だぜ。どこの馬の骨とも知れない女になんでお前が遠慮する必要あるんだ。欲しいなら力ずくで奪い取れな。力ずくで、ま、待ってください。そんなのダメです。第一、上下さんは女の子へのプレゼントと言っていたじゃないですか。もしかすると私たちへのプレゼントかもしれませんよ。そりゃまあもうすぐ誕生日だし、なくはないだろうが。そうですよね。きっともうすぐ誕生日だから何かプレゼントを贈ろうと思ったけど、何も思い浮かばなかったから直接私に選んでもらおうと画策したんじゃないですかね。え、勘の鋭い上下がそんなことするはずないでしょ。あれ、私が私に否定されたんですけど。いやいや、いくら勘が鋭いって言ったって限度もあるだろ。あんたらに上志田の何がわかるっていうのさ。自分に怒られた。上志田ならなんとなくこれプレゼントしたら喜んでくれそうで、私が好きな熊のぬいぐるみをプレゼントしてくるに違いないわ。ぬいぐるみ集めが趣味って私のことながら可愛い趣味ですよね。たく、うさぎちゃんもプレゼントされたら嬉しいだろうがよ。悪魔さん、そういう問題じゃなくないですか。決めたわ。どっちの意見にすんだ。私全力で上志田の恋を邪魔するわ。よし来た。本当にいいんですか。こういうことって後で後ろめたさとか
負い目に変わったりするものですよ。くっくっく。さーて、どんなとんでもないプレゼントを贈らせたらその子はドン引きしてくれるのかしらね。悪魔よりも悪い顔してやがる。聞いてないですし。くっくっく。いろいろ思考が錯綜しているようだが、なんとなく変なプレゼントを買わされる気がする。だが天塚よ、どんなものを買わせるにせよ、それを受け取るのはお前だからな。くっ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 。なんでランジェリーショップ？海外には男性が女性に下着を贈る文化があるのよ。なるほど。それに男性から下着を送ってもらうと嬉しいって女性もいるって言うし。へえ。だらだら。なんとなく俺を騙そうという気配がするが、面白くなりそうだからこのまま騙されてあげよう。あ、でどんな下着がいいんだ？そうだな、あの2つのどちらかで悩んでいるんだろうか。これとかいいんじゃないかな。こんな際どい下着がいいのか？もちろん、普段は買わないような下着の方が送った時に喜ばれるんだよ。ほら、カードとかダブっても困るでしょ。それと一緒なわけよ。だらだら。そうか、そういうことならこれにしよう。じゃあ俺の代わりにレジ持って行ってくれないか？さすがに男が買うのはちょっと恥ずかしい。カップルかな。初々しくて可愛い。そうだよね。これ私が買うの？こんな際どい下着を？お前がおすすめしてきたんだろ。その後、お会計はこちらになります。ふるふる。天塚は恥ずかしそうにあの下着をレジに持って行ったのだった。それから数日後、あれから時間も経ったし、そろそろ上志田は例のプレゼントを渡したかしら。ああ、なんて罪深いこと。ひっけっけ、これで幻滅されるな。そうよ、幻滅されちゃえばいいのよ。天塚、これ誕生日だろ、今日。そっか、ありがとう。それこないだ一緒に買いに行ったやつな。お前、ああいうの好きなんだな。言わんこっちゃないです。おお、俺シールね。絶対引かれた。最悪だ、こんなんじゃ上志田と付き合うなんて。おい、本体がクソデカため息をついてるぜ。慰めてやれよ。因果応報です。これも人を欺こうとした罰だと思ってください。天使なのに厳しい。ずーん、今日全然上志田と目を合わせられなかった。せっかく上志田から声をかけてくれても。なあ天塚。突然の匂いが。じゃとトイレに逃げてしまった。しかもこれを5回くらい繰り返してしまった。これじゃあ私がトイレ近い人みたいじゃん。本体がクソデカため息をついています。刺してやれよ。思い人になんて思われているのか想像するだけで学校休みたくなるレベルでメンタルに来てるんだ。悪魔が優しい。財布教室に忘れちゃった。ね、お前って究極のところは天塚さんのこと好きなのか？ささ、私の名前が聞こえて思わず隠れてしまったわ。今のはクラスメートの男子の声だったみたいだけど、一緒に話しているのは。なんだよ、やぶから棒に。上志田。こいつは上志田がお前のことどう思ってんのか知れるチャンスじゃねえか。こっそり聞き耳立てようぜ。盗み聞きなんてよくありません。ここは気づかれないようにそーっとこの場を離れるべきです。また私の中のイマジナリー天使と悪魔が喧嘩を。いい加減はっきりしないとさ。
天塚さんって結構モテるし、いつまでも手をこまねいていたら誰かに取られちゃうかもだぜ。そうだな、それは嫌だな。あ、ということは好きだよ、天塚のこと。決断を下す前に聞いてしまった。私のことが好きとか、そんなこと言われても嬉しくなんてねえんだからな。私の中の天使と悪魔が一番動揺してるおかげか、案外冷静でいられるわね。そっか、私のこと好きなんだ。よかったじゃねえかな。そうですね、これでようやく思い人と結ばれて。ずーん、あれずーん、どうしたんだよ、ここは喜ぶところだろう。俺、そうですよ、どうしてそんなに落ち込んでいるのですか。私、上志田が私を好きだって分かったのは嬉しいけどさ、果たして私は上志田と付き合う資格があるのかなって。本体が面倒なこと言い出したぞ。これはいろいろと荒れる予感がします。だって私は上志田が幻滅されちゃえばいいのにとか思っちゃうような女なのよ。結果的に上志田がプレゼントする相手が私だったからよかったけど、でも私がやろうとしたことに変わりはないし、今だって盗み聞きしちゃったわけだし。いや、そこまで気にしなくても。そうですよ、結果良ければ全てよしですって。そんな風に思えないわよ。なんというか、今更ながら自分の浅ましさを自覚してしまって、とてもじゃないけど平気な顔して上志田と付き合えない。こんな私のことを知ったら絶対上志田に嫌われちゃう。まいったこりゃ。そこまで負い目に感じるんだったら最初からやらなければいいじゃないですか。ぐさ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 、メンタルめった刺しにしてしまいました。とても責任を感じます。お前容赦ねえのな。あ、まあ、ん、どうかしたのか。いや、なんとなくそこで天塚が今の話を聞いていたような気がしたんだが。え、マジで気のせいじゃないのか。あれ、小見しろ、気のせいじゃなかった。どうしよう。落ち着け、上志田。むしろ告白の手間を省けたと前向きに捉えようぜな。聞かれてたよな。気づいたのは途中からだったが、天塚が盗み聞きしていた気がする。少なくとも俺の勘がそう言っている。ドギマギ、今までビビってはいないが告白できなかったしな。もう本人に気持ちがバレてしまっているならいい機会だ。腹をくくって一度ちゃんと話しておいた方がいいよな。いつまでも時間をかけて他の男に取られたくないしな。なんか後のことを想像したら胃がギリギリしてきた。昼休み。なあ天塚、ちょっと話があるんだが。おっと、突然の匂いだ。ごめん、私ちょっとお花摘みに行ってくる。あれ、めちゃくちゃ避けられてませんか。今のはここ最近天塚が俺から逃げるために言っている適当な言い訳。そばで聞いていたクラスメートたちが。天塚さんまたトイレだって。頻尿大丈夫かな。あとクラスメートに頻尿を心配されてしまっているが、大丈夫なのかなというのはさておき。バカな、天塚が今まで俺を避けていたのは例の誕生日プレゼントの件で、際どい下着が好きだと俺に思われてドン引きされているかもしれない。もしそうだったら怖くて俺と面と向かって話せないから避けている。俺の勘がそう言っていた。だいたいやってる。だが昨日の会話を聞いていたなら俺がドン引きしていないことは分かったはず。むしろ俺に惚れているはずの天塚が俺の気持ちを知って避けるなんてどういう心理状態なんだ。はあ、まさか全部俺の勘違いだったというのか。いやいや、それじゃあ俺がとんでもなく自意識過剰なナルシスト男になってしまう。でも実際確証はないんだよな。今俺は昨日までとは別の理由で避けられているはず。つまりこれは間接的に振られたということなんだろうか。
や待て俺、今までの天塚の俺に対する反応を思い出せ。ねえ、さっきから顔色が青くなったり黄色くなったり紫色になったりしてるけど、どうかしたの？もし本当にそうなら心配してもらっていいか。やだ。ちょっと聞きたいんだけどさ、女子が授業中にずっと男子のことを見ていてふと目があったら恥ずかしそうにそらすのって、絶対その男子のこと好きだよな。なんか中学生みたいなこと言ってるね。え？そうとは限らないんじゃないかな。女子の中にはそれを意図的にやって、あいつもしかして俺のこと好きなんじゃねって男子に意識させるっていうテクニックを使う子もいるし。女の子怖わ。まさか天塚もそんな高等テクニックを今まで使っていたというのか。ん？もしかして天塚さんの話？だったらまず間違いないよ。天塚ってそんな魔性の女の子だったのか。あ、違う違う、そうじゃなくて、天塚さんなら間違いなく上白くんのこと好きだと思うよ。え？で、うちは天塚さんじゃないから絶対じゃないけど。あ、で、そうなのか。多分ね、天塚さん素直な子だし、そういう魔性の女の子みたいなムーブできないと思うよ。むしろできると思うの。上白くんの方が天塚さんと付き合い長いでしょ。まあできるわけないと思う。でしょ。何を気にしてるのかわからないけどさ、天塚さんのこと一番わかってあげられるのは上下くんなんだからさ、自信持ちなよ。そうか。うん、だって他の誰にも上下くんみたいに天塚さんの思考盗聴できないし。いや俺も思考盗聴とかしてるわけじゃないんだけど、ただ俺の勘がそう言ってるから。それもう勘とかってレベルじゃないよ。というかぶっちゃけキモい。え？しかしそうか、クラスメートと話して少し冷静になれた。そうだよな、天塚はそんなに器用なやつじゃない。まずは天塚とちゃんと話をしないとな。話はそれからだ。そして放課後。どうして追いかけてくるのよ。お前が逃げるからだろうが。俺は天塚と鬼ごっこをしていた。ギャー、赤信号！いたり。え、なんで上下も止まるの？いや、赤信号で止まったところを捕まえるのはつまんないかなって。遊んでんの？それに無理やり捕まえようとして赤信号を渡ろうとしたら危ないし。私そこまではしないわよ。でも本当はさっき頭の中で悪魔が赤信号渡っちゃえよって囁いてただろ。やっぱり。青信号になったわ。前向いて走るんだぞ。子供扱いしないでくれる。え、あ、キャー、何よこれ。とりあえずあそこに。急に雨とか最悪。お互いびしょびしょだな。 あんまりこっち見ないで。ん、これ使えよ、使ってないからさ。悩んでるな、おそらく。遠慮なく使っちゃえよ。ダメです、彼が使うタオルがなくなってしまいます。こんな感じか。うりうり。はぁ、な、何するのよ。あれ、もうお前が使え。ありがとう。気にするな。え、なんだ、臭かったか。うん、上下の匂いがする。そうか。好き。え、今のは、俺も好きだ。なんで顔を隠す？恥ずかしいから。まあそのままでいいから聞いてくれ。はじめはさ、隣の席に面白い女子がいるなって思ってただけなんだ。クラスメートから遊びに誘われただけで百面相しながら頭の中の天使と悪魔と相談しているお前を見て、こんな面白いやつのことを誰も知らないのはもったいないと思ったんだ。人の頭の中にいるイマジナリー天使と悪魔が見えるってどんな人間よ。見えてるわけじゃない、なんとなくこんな会話を頭の中でしてそうだなと。十分とんでも能力よ、やっぱり思考盗聴してるでしょ。ともかくそんなわけでクラスメイトたちにお前のことを知ってもらおうと動いたはいいが、お前がどんどんクラスメイトたちと仲良くなっていくのを見てなんだか寂しくなっちゃってさ。そこで初めて俺は天塚のことが好きだったんだなって自覚したんだ。きっと天塚のこと
独占したかったんだろうな。なあ天塚、お前この前俺がクラスメートと話してる時、教室の外にいたんだろ。なんで俺を避けてたんだ。その俺のこと好きだよな。え、違う、俺の自意識過剰。あ、そうだよな、ごめん忘れてくれ。どんどん勝手に自信なくなっていくじゃない。最近のお前を見ていたらな、本当にそうなのかちょっと自信が。好きよ。じゃあ。でもダメよ、付き合えない。え、私は亀下と付き合う資格ない。どういうことだ。だって私、亀下が女の子のプレゼント選びを手伝ってほしいって頼んできた時、その女の子が誰かわからなくて、もし亀下の好きな女の子だったら軽蔑されちゃえばいいのにって思って、わざと際どい下着を選ぶような浅ましい女なのよ。あ、待つか。だから付き合う資格なんて。より難しい選択を迫られた時、正しい選択ができる人なんてそうそういない。そもそも選択して結果が出るまで、それが正しいのか間違っているのかは誰にもわからないんだしな。だからみんな、正しいとか正しくないかじゃなくて、自分に利益があるかないかで選択すると俺は思う。そういう意味じゃお前の選択は何も間違ってない。でもその好きな人にはちょっとでもよく見られたいじゃない。自分のことしか考えてない女だと思われたくない。別にそれでも俺はいい。神志郎、そういうところを含めて俺はお前が好きなんだから。俺はいい人だからお前を好きになるわけじゃない。だから自分をよく見せようなんてするな。そんなお付き合い、お互い辛くなるだけだし、何よりつまらないだろう。それともお前はいい人だから俺を好きになってくれたのか。そうだよ。あ、そうだったんだ。だって上志田は私のことを理解してくれて、上志田のおかげで友達もできた。私にとってはすごくいい人。本当にいいの？だからいいって言ってるだろ。じゃあそのふつつか者ですが、よろしくお願いします。こうして俺は天塚とお付き合いすることになったのである。おまけ、名前で呼んじゃえよ。まだ早いと思います。名前で呼びたいなら呼べば。ちょ、イマジナリー私たちの会話にナチュラルに混ざらないでくれる。心を読むの反則だから。そんな芸当はできないぞ。ただ俺はなんとなくお前が頭の中でこんな会話をしてそうだなと思っただけで。それ実質心を読んでるのと一緒なんだけど。記念日はやっぱり粛々と迎えるべきです。いや、パーッと朝までパーリないだぜ。まったりでもはしゃいでも一緒ならどっちでもいいぞ。弱